こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の著書の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、終日山を見また雲を見るです。環境の消息を表します。何をするでもなく、日がな一日山を見雲を見て過ごす。煩悩も分別もすっかり払い尽くして、泰然自若悠々自適の妙境涯を表します。それでは今から終日山を見また雲を見るを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。